大阪から来ました。後藤健です。21歳です。よろしくお願いします。特技は和太鼓とバスケットボールとサッカーとダンスです。で、趣味は読書をすることです。チャームポイントは、柔らかいお尻と、あとキメ顔です。最近ハマっていることは、ちょっと変わってると思われるかもしれないんですけど、ちょっと最近空腹にはまってます。このオーディションを受けるってなった時は、体重63キロあって、お尻もプリッとしてて、それがすごく嫌で、食事制限と筋トレを始めました。それで結果56キロまで落ちて、ずっと空腹時に有酸素運動をするといいっていうのを聞いたんで、それをずっと続けてたら、ちょっと今はもう空腹が快感になって、ちょっとハマってます。もともと有名人になりたいとは思ってて、でテレビで1期生の人たちを見てて、みんな全力で頑張ってて、それがすごくかっこいいと思ったのと同時に、自分も挑戦してみたいなと思ったんで、この2期生に応募しました。自分の武器、人に負けないポイントは、顔と踊っている時の表情と決め顔と、あとストイックさ、負けない自信がありますね。自分にキャッチコピーをつけるとしたら、多彩な表現力を持つステージ上の貴公子です。憧れのアーティストは BTS さんと嵐さんです。どんなアイドルを目指したい？もしなんかライブとか、偶然ファンの方と会った時とかに、何て言うんでしょう、ファンの方がすごく気持ちがぐわーってなって、勇気とか元気を与えれるようなアイドルになりたいです。このオーディションでは自分らしさを大切に、1位を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。